西村権志郎、入門10年目でさらなる飛躍、真山隼人さん、曲師は沢村さくらさんです。里が教師も8月15日家来一同と飲めや歌えの酒の宴。次第に酒が進んでまいりますと武勇伝を語りたがるという面倒くさい上司と化しました。あの月を見ると思い出す。忘れもしない去年6月岩石城の砦を攻めたその時に身の毛もよだつ相手が加藤清正公。三日三晩の悪性で4日目の朝夜が陣頭に駒を進めしことこれ第一の功名。その方らも定めし目の覚める思いであったであろうの。殿の武勇恐れ入りましてございます。家来一同が頭を下げます中で一人苦虫を噛みつぶしたような顔をしている男がいる。これが蒲生家の大忠臣西村権志郎。これに目を留めました氏里公。時に権志、そなた顔色が優れんようじゃがいかがいたした。ん、気分でも悪いのか。殿、殿にいささかご意見がございます。おう、今日は無礼講じゃ、何なりと申してみよう。されば、先ほど殿には岩石城の戦の功名は我にありとそう申されましたが。なるほど、殿にはあの戦の時陣頭に駒を進められしが、そのために馬の太腹打ち抜かれすでに命のないところお助け申したのはこの西村でございます。今一度あの戦の功名は西村にもありと言い直しを願いとうござる。氏里公はっと思われました。そうだ、俺は確かにこの西村に助けてもらった。しかし今家来一同の前であのようなことを言うたばっかりで舌の根も乾かんうちに言い直すわけもまいりません。黙れ権志、余はその方に助けてもろうた覚えはない。え、いや確かにお助けいたしました。助けておらん。助け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 ました。黙れ。余が助けてもろうておらんと申せば助けておらんのじゃ。しからば権志、その方は助けたと申す余は助けてもろうておらんという
その実を明らかにするためにどうじゃ。ここで余と一番相撲を取ろうではないか。相撲を取って余が負ければそちに助けてもろうたことにする。しかしそちが負ければ切腹を申しつけるがどうじゃ。あら、これは終わりに合わんなと思いましたが、是非もございません。しからば湧いてつかまつろう。すっくと立って丸裸、氏郷公もその通り。西村生まれついての合力で六尺六寸。しかしこの氏郷公の方では至って小兵でございますから、到底西村の相手ではない。おしつをされつするやつをここぞとばかりに西村が目よりも高く持ち上げた。さあこの殿さん、こんな偉そうなこと二度と言わんようにちょっと痛みつけたろ。さあどこへ投げるのがよかろうかと辺りを見渡しておりましたら、前に床柱がある。よーし、ここへぶつけてやろうと。またも一戦てい頑弱落としで投げつけた。投げられました。氏郷公、いやもう痛かったのなんの。さればこんち真剣勝負じゃ参れん。眺めた家来が驚いた。おっと、しばらくお待ちくだされ。西村もこの通り酩酊をしておりますれば、百姓のところは何卒お許しお願いとござる。お願いをいたしたいとお止めいたしておいて、そのまま寝床へお連れします。一夜ががらりと明けました。家来の途上を待ち受ける氏郷公。方々、昨夜はこの氏郷大変に酩酊をいたし、失礼をつかまつった。しかし西村は気持ちのいい男じゃ。世の慢心を戒めるためにあのように強く投げ打った。西村でなければできない技じゃのう。西村よ、権氏の姿が見えんようじゃが、いかがいたした。あ、先ほど西村屋敷に立ち寄りますれば、もうもぬけの殻、どこかへ立ち去りし様子にございます。何、西村が去った。是非もない。世の慢心に愛想を尽かしての境とはか。今裏切られてはがもう家の不運じゃ。方々、西村ありかを突き止めまいれ。突き止めた者には褒美を出そう。それほど大事な家来なら別に相撲なんか取らんでもよさそうなものですが、是非もございません。家来一同を探してみたが、西村行方がわからない。西村よ、権四郎、共に離れし水鳥のまこもがくれのそれのよう、かくてその日を送るうち、いつしか過ぎたる三年What is-
しなれば家来に死を抱えよと言うてくださるお人はあれど、いや待てしばしそうじゃない、一時の短慮と言いながら衆を裏切ったるその罪を詫びに行くんだ、そうしよう再び戻る、ああああ松坂城。おお、西村叔父ではないか。いや、しばらく見ないうちに随分とおやつれなすったな。殿も貴殿の帰りを待ちかねておる。さあさあ、そんな汚い着物ではなく奥で上下に着替えて目通りされるがよろしい。ご家老、この西村主を裏切りし自分勝手の不忠者でござる。今のこの姿を家中の者に見せたなら後藤家の和光度たちの戒めにもなりましょう。はい、なるべくはこのままで。おでかしなされた。それではそなたのいいようにされなさい。ご家老に伴われまして3年ぶりに衆従が対面いたします。ほう、西村ではないか。そなた達者で何よりじゃ。殿にはいつもながら麗しき帝を大し奉り、身に取り取りいかばかりか恐悦至極に存じ奉ります。そんなところでは話はできん。さあ、もそっと、もそっと地庫を寄れ。は、はあ、見下ろす襟に梅雨あれば、見上げる袖に涙めでたく今日の松風や、長江の調子酒魚数杯重ねて飲むうちに、まず一杯人が酒を飲む、二杯目酒が酒を飲む、三杯酒が人を飲む、ドク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 酒の音、酔いが回って宇治里公。のう軍師、そちゃ三年前の一件をよもや忘れてはいないだろうな。あの時そちゃよう強く投げ打った。しかし三年経ってみればどうじゃ。ん、
余の体にはほれこの通り油切って、それに引き換えその方は見る影もない痩せ浪人、今なれば余が勝つであろうがのう。どうじゃ権次、ここで、その通りでございます、殿のおっしゃる通りでと頭を下げておけばうまくまとまったんですが、そんな頭を下げるようなやつではない。殿、なるほど、そうおっしゃいますが、この西村、幼少の頃より体を鍛えてござる。この腕には南蛮鉄の筋金が入ってござる。とのごとき三人五人、へでもござらぬわ。言うたな権次、しからばもう一度相撲で来るか。言葉なれどいつなりと。眺めた家来が驚いた。まあ、なんと相撲の好きな主従だこと。おい西村、必ず勝つんでない、負けるんだぞ。心得たいと西村が、おしつをされつするやつを西村心で思うよう、負けるはたやすいことなれど。武士が見たならなんとする。あれ見よ西村権四郎は、勝つべき腕を持ちながら稚魚欲しさに負けたのだ。影のそしりを受けたなら先祖様に愛すまぬ。ならばもう一度この場において殿を任せた、その上で腹でも切って死ねばよい。人は一代縄松代よ、命よりなこそしけれものの不は、死すべき時に死んでこそ、後の世までも名を残す。押してくるやつ西村が、ここぞとばかりにえいと一斉持ち上げた。よいしょ。どこに投げようと見てあれば、三年前の床柱にと目がついた。よし、どうせ投げるなら同じところへ投げてやろうと。またも一斉てまたも投げられ、宇治里子は久しぶりじゃと柱に頭、会いたかったと目に涙だ。我と我が手で脇腹めがけて突き立てんとした時に、その手にすがる宇治里子。待て西村。待てよ、待とうぞ、待つのだぞ。三年前と様変わり、人落ちぶれればへつらうとかや、相撲にことを試してみたが、相変わらずの武士かたぎ。褒めてとらすぞ西村よ、
なおこれからも囚従として立派に励んでおくれよと改め取らせた三つの書状、まず一つは褒美で取らせる500石、今一つは3年前に投げた褒美の500石、残る一つ今投げた褒美で取らせる500石、合わせて1000と500石、きた西村驚いた。一度の投げ賃500石ならもうあと2、3度投げとこうか。三年ぶりに囚従が酒飲みながらにっこり笑う。恨みも消えてこの笑顔、青春松坂が儲けにその人ありと歌われた。西村権四郎2番目。